NASA 長官はアメリカ合衆国の宇宙機関であるアメリカ航空宇宙局の最高職アメリカ合衆国大統領に対して上級宇宙科学アドバイザーとしての役目を果たす。NASA によると長官の役割とは NASA チームを導き宇宙探査へのビジョンを発展させるためにそのリソースをやりっくりすることとある。2009年5月24日 バラク・オバマ大統領は、NASA 長官として、チャールズ・ボールデンを副長官として、ドリガー・バーを候補に挙げた。ボールデンとガー・バーは2009年7月15日に、アメリカ合衆国上院の承認を受けて、長官と副長官にそれぞれ就任した。初代 NASA 長官は、トーマス・キース・グレナンで、任期中にアメリカ国内の異なった宇宙開発研究プロジェクトを統合させた。 人気機関が最長だった人物はダニエル・ゴールディンで宇宙計画に対してより早い、より良い、より安いアプローチの先駆者として最もよく知られている。長官職を二度務めたのはジェームズ・フレッチャーただ一人で、彼はチャレンジャー号爆発事故を受けと NASA に戻った。NASA の副長官は宇宙局の次長として役目を果たし、長官に一切のリーダーシップと立案。 組織の政策の方向性を提供する責任を負う。副長官は NASA を、アメリカ合衆国大統領行政府、アメリカ合衆国議会、連邦政府の長、そして他の適当な政府機関、国際組織、外部組織、コミュニティに対して説明を行う。また日々、NASA の機能的なオフィスの仕事を監督すると NASA による、シャナデールの電気の中に書かれている。ありがとうございます。